やあ、施設のケースだよ。今回は、この辺で、ウサギが、キチキチダンス、キチガイなダンスを踊っております。The Rabbit House の実況をしていきたいと思います。よろしくお願いします。このゲームはね、俺が前にやった、デスフォレストってゲームにちょっと操作感が似ているゲームで、まあ、デスフォレストと同じようにアイテムを拾って集めていくという、そういう系のゲームになっております。やっていきたいと思います。ラビット。こんな感じ。暗いって。いきなり暗いよ。いきなり暗いよ。で、ちょっとこの辺はちょっとやったんですけど、こう、肉を拾って、それを赤いポストに届ける。これがゲームの目的です。こんな感じで動きながらダッシュができる、ちょっとデスフォレストに似た感じになっております。てか暗いよ懐中電灯とは思えんぐらいに暗いよこれ。あ、きっ。なんでお前おるんそんなところに。え？おらんかったよそこに。え？動いた？ちょっと動いた？てかめっちゃ音聞こえるやん。めちゃくちゃ音聞こえてくるやん。うさぎそんな泣き方しないから。絶対口のあたりとか喉のあたりとかに、なんかラジオ的なものある。音発してる。目光ってるよ。目光ってるやん。やめろ、そういうの。そういうのやめろよ、お前。あ、今日らん。あ、いけるわ。あっ！なんでお前そんなとこおるん？え？さっき俺、おったやん。俺、目の方に、こんように目張っとったやん。そのさ、てやみたいな感じで、ウルトラマンがやりそうなポーズ撮っとんだな、お前。仮面ライダーとかウルトラマンがやりそうなポーズ撮っとんだな、お前。ライダー変身みたいな感じで、ベルトないんだ、お前は。ベルトないんじゃ、お前。すごいな、かかと上げて立っとれるんじゃ。どんだけお前、足の筋肉強いなだ。やめろ、お前。逃げろー、逃げろ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 。あーもう、だからなんでお前おるんだな。なんでお前おるんだな。だからなんでお前仮面ライダーの変身ポーズ撮っとんだな、お前。こいつ、複数体おるん？あかん。これあかん。これゲームあかん。あ、階段ある。2階行けるんだ。よっしゃよっしゃ。あいつ、行ける。あいつ、まだ俺が1階におると思ってる。2階行ける。2階には、2階には来んはず、2階には来んぞ。2階には来ん、2階には来ん。俺は1階におる、おらると思われとる、思われとるんだ。行ける。行ける、行ける。あれか。行けるよ。行けるよ。てか、肉ないよ。肉先から全然ないよ。あ、残り5個。今1個取っとうけ、残り4個のはずなんよな。ないよ。肉ないよ。あと、ポストに入れなあかんのにさ、そのポストないよ。どこ？もう真っ暗すぎてさ、わからんのよな。うん。なんか聞こえよる。絶対この先おる。絶対この先おるやん。敬礼みたいにやっとるやん、お前。何お前、敬礼みたいにしとんやん、お前。俺、警察、お前と俺は警察官ちゃうんじゃん、お前。お前みたいなんか警察におったらさ、子供をわめくわ。やめろ、お前。お前がマスコットになるなんて100年早いわ。あ、なんかありそうな気がする。この辺なんかありそうな気がする。いけるかいな。あ、ないな。
え、肉どこにあるん？全然肉見つからんのやけど。暗いって。だから、暗いで懐中電灯の光暗いわ。不良品買ってきたんちゃうんか。もうちょい高いもん買ってこいよ、お前。もうちょい明るいやつ買ってこいだ。じきに電池切れるとかいう話じゃないだろうな。デフォレスト的な。ってことです。またおる。てかお前左腕、壁に埋まっとるぞ、お前。もう壁すり抜けれるタイプのやつなんか、お前。そんなウサギおるか、ボケ。そんなウサギがおってたまるかだ。やめろ、お前。そういう超人類的な、もう、悪魔の身食ったみたいな感じの設定やめろ、お前。俺、猫派なんじゃ、猫派。うん。いえ、これまで以上に、ウサギがダメになるタイプになるんちゃうんか、これ。ゲーム終わった頃には。肉、てか肉を集めるっておかしいだろう。あのウサギ、肉食なんか。ウサギって大体普通草とか食べるイメージあるけど、肉食わんだろう。だから別に俺肉持っていったっていいやろ、お前。何の恨みがあって俺のこと襲うんだ。もうやめろ、お前。どっちこれ？わからん、わからん。こういう感じで。全然肉出てこん。全然肉。あ、ドアある。あるかな、肉。これなんだろう。なんもないんか。いやー、近い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 。あーもう、お待ちしておりました、みんなに。ホネルマンみたいな体勢でおるんじゃないよ。やめろ。左でピーンって伸びてる。左腕がすごい綺麗にピーンって伸びてる。ストレッチマンレベルやん。ストレッチマンの弟子みたいな格好になったんだよ、お前。伸びる伸びる、ストップ。数は数えんからな。にっ、お前どこにでもおるな。どこにでもおるな、お前。なんなんそれ。コンビニレベルでどこにでもあるタイプのやつなん。そんなウサギおるん。あかん、こっちじゃ。あかん、こっちじゃ。さっき後ろおったやん。さっき後ろおったやん。てか赤い、目赤い、充血してるやん。目薬買ってこいやん。その間に俺肉拾ってくるけん。やめろ、お前。やめろ、お前。追いかけてくる、やめろ。薬局行け、薬局。目薬買ってこい。充血してるぞ、お前。徹夜しすぎじゃ。寝ろ。寝ろ。てか今寝とけ。こっちか？てか、できれば1階に戻りたいし、3階があるんだったらそっち行きたいし。あるんかな？あとは、あ、入れる。あ、ここ見たことある。ここ見たことある。よいしょー。あっ！近い近い近い。近い。あかん、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 あかん。あいつ、俺のことを探知機で追いかけてきよんちゃうんか。人間探知機みたいな持っとんちゃうんか。俺の場所リークされてるんちゃうんか。やめろ、やめろ。そういうやめろ。怖いよ。あ、またここいた。え、違う違う違う。あーはははは。ああ、奴に触れるなって言えば分かったんやけどさ。どんどん行こう。暗いって、だから暗いって。充電切りかけだろうが。ちゃんと電池変えてこいや。もう、古い、めちゃくちゃ使い古いした電池入れとんじゃないよ、お前。困るんは俺なんじゃ、困るんは。ああ、てかもう周りの景色がオレンジしか見えんもん。
ほとんどオレンジやもん、これ。あ、歌でも歌おうか。ゾーさん、ゾーさん、お花が長いのよ。そうよ、ゾウさん。絶対ゾウさんが長いのに、さらにゾウさんって、俺の、あごめん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 、そこはウサギさん、ウサギさん、耳が長いのよの方が良かったね。うん、あ、うん。すいませんね。ごめんなさいね。できればさ、気が長いのよの方がいいんやけどな、俺。そうよ、ちょっとしたことじゃ怒らないのよの方がいいんやけどな、俺。尻尾は可愛いんよな。どんどん、逃げろ。聞こえるよ。なんかちょっと BGM ちょっと聞こえた気がするよ。聞こえてる。あーまんまえから、まんまえから、くそ、ちょっと待って、さっきから全然2個目の肉が全然出てこんのやけど、探し方が悪いとかいう、そういう次元の問題じゃないな。だいたい今どの辺のところにおるかとかいう、そういう地形的な問題がある。俺はどの辺をさまよいよるかっつったら、わからん、わからんぞ。こういうところに欠かされとったりせんじゃんかい。肉がないね。暗いって。来んなよ、来んなよ、音とか聞こえるって来んなよ。めっちゃ暗いやん。もうここが何の部屋なんかもわからんよ。あ、来よる来よる来よる。こんばんはー、こんばんはー。もうだるまさんが転んだシャヨンちゃうよ。おい、だるまさんが転んだシャヨンちゃうよ。お前勘違いすんなよ。お前いや、確かにさ、俺、だるまさんが転んだ全国選手権でさ、3位取ったよ。世界大会出場しそうになったよ。2位までしか行けんけど。もしかしてアンダー1位の人、1位の人か。世界取ってきたんか。あかん。あ、前か、あー、というわけで、今回、肉を2個、1個しか手に入らないところまでしか進めませんでしたが、俺のハートがやばいんで、ここで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。週上げ。